黒ゴケかアンドレラチは、線類に含まれる、分類群の一つ。全体の形態としては普通の線類に近いが、細部の構造には大きな違いがあり、より原始的な形態を残す一群とみなされている。栄養体である、配偶体の形態は、一般的な、線類であるマゴケやコウのものと、特に千本ゴケかのものに似ている。茎には、扁平な葉が並び、 歯には中六を持つものもある。全体に黒みがかった色をしている。この苔では、胞子体は、配偶体の先端から伸び出した柄の先に、を生じる。本群のは、先端に、小さな棒はあるものの、ごく小さく、胞子の中央部側面は4内肢8に裂け、そこから胞子が出る。の内部には、軸柱がある。また、胞子の胞子は、胞子脳の,の内部で、 細胞分裂を起こし、多細胞となって、胞子能を出る。これは乾燥した環境への適応と考えられる。黒ゴケ属、アンドリア一属のみが属する。アンドリアウィルソニー、アンドリアフエギアナの二種は、他の種と形態的に相違点が多く、別属に分ける説もあったが、分子系統では、黒ゴケ属に含めるべきであるという結果が得られている。約100種があり、いずれも、 比較的寒冷な地域で岩の上に生え、赤活色に黒みを帯びた海上になって生える。日本産の黒苔は稀に樹皮状に生えることが知られる。なお、黒間苔、アンドレブライアム・マクロスポーラムは石灰岩状に生えるのに対し、本群の苔は石灰岩状には出現せず、酸性岩の上に生じる。日本では4種ほど記録されたが、確実なのは以下の2種のようである。 蒸気のようにこの苔は、全体としては、仙類の大部分を占めるマゴケ類に似ているが、重要な異がいくつもある。まず、の構造として、マゴケ類では、の先端に蓋があり、これが外れると、口が開き、その口の周囲には、ばという突起が並んでいる。胞子はここから放出される。だが、本群では、の先端に、棒はあるがごく小さく、胞子の放出は側面に生じる。 縦割れの口から行われる。また、の柄は、孫家や孔では、胞子体のものであるが、この軍では、胞子体そのものは柄を形成しない。柄のように見える部分はあるが、これは、肺具体の先端が伸びたものであり、これを義足、あるいは、偽柄という。また、孫家や孔では、原子体は、多くが、糸状なのに対して、本軍では多列の細胞を含んで養状となる。 仙類の中にある独特の群としては水苔類があり、この類でも原子体は養生、の柄は偽柄で、それらの点では共通するが軸中が先端まで届かず、また胞子形成の過程も異なる。このようなことから、このトガを仙類の中で独立させ、黒ゴケアコを、アンドレイティア類は黒ケツ綱とする。岩月 P39 岩月。 p138inchan, Molecular Phylogenetics of Mossus and Relatives, https://hdl.handle.net スラッシュ2429スラッシュ371482015年7月11日月欄。岩月 p138, はっとり監修 p36 岩月 p138, はっとり監修 p36 岩月 P39 岩月、P12 岩月、P138 岩月、P12。ありがとうございます。